のりこさまが今、ひっそりと孤立を深めている。宮内庁が人事異動によって、のりこさまを意思決定のプロセスから外そうとしているのだ。将来の天皇から母親を遠ざける狙いとは何か。金箔の内幕、あ、危ない、のりこさま、57歳を見守っていた宮内庁の職員は、思わず声を上げそうになった。3月10日、 東京大空襲の犠牲者を追悼する春季慰霊大法要が東京都慰霊堂、墨田区で営まれ、秋篠宮ご夫妻がご出席した際のことだ。会場に入り、秋篠宮様、58歳の 3M ほど後ろを歩いていたのり子様。早足で歩く秋篠宮様に追いつこうとお急ぎになられたのか、左足のヒールがカーペットに引っかかり、あわや転倒という場面があったのだ。 小池百合子と知事が出席するということもあり、当日は多数のメディアが集まっていました。それだけにのりこさまには、秋篠宮さまと並んで歩かなければ、という気持ちがあったのかもしれません。のりこさまの、焦りが現れていた、象徴的な場面でした、宮内庁関係者。昨年末からストレスによる胃腸の機能的な不調、に悩まされてきたのりこさまだが、 現在も体調が完全に回復したという発表はない。のりこさまはひさひとさま、17歳、を支え盛り立てていきたいという気持ちが誰よりも強いことで知られるだけに、長らく続く秋篠宮家バッシングに心を痛めてきた。愛子さま、22歳、が4月から日本赤十字社にご就職され、その熱心な勤務ぶりが絶賛されています。また、天皇皇后両陛下は3月以降、 二度にわたって能登半島地震の被災地を訪問。やはり賞賛の声が上がっている。これらに対し、秋篠宮家としてもという焦りがのりこさまにあるのは確かでしょう。皇室ジャーナリスト。だが、のりこさまのストレスの原因はそれだけではない。背景には、宮内庁が進めてきた、のりこさま包囲網とも呼べる体制があると、宮内庁関係者が明かす。 秋篠宮家に対するバッシングに心を痛めていたの子様さまはこれまで、公務での服装や会見での発表の文言など、すべてをご自身でチェックしていました。ご意向にそぐわない場合には、厳しい言葉で職員を叱責なさることもたびたびあった。しかし宮内庁は、むしろの子様さまが前面に出ていることが、秋篠宮家の人気回復の上で逆効果になっているのではないかと考えたのです。 そこで宮内庁は、のりこ様に対しても物をじせず意見を言うことができ、最善策を打てる人材を配置することにしました。